アンティキティラ島は、ギリシャのペロポネソス半島とクれた島との間に、所在する、地中海上の島。キティラ島の南東 38km に位置する。古代の複雑な歯車式機械、アンティキティラ島の機械がその近海で発見されたことで、知られる。なお、歴史的な経緯から、イオニア諸島の一つに数えられる。 島の名前は、その位置関係から、キティラ島に向き合うものという意味のギリシャ語に由来する。キティラ島が、ラテン文字で様々な綴りを持つのと同様に、この島もアンチクエーラ、アンティサイズレなど、多様に記される。カナ表記では、アンティキティラとされることが多いが、現代ギリシャ語の発音からは、アンディキティラが、より近い天気となる。このかカナ天気では、アンティキシラ、 アンティキテラなども用いられる。アンディキティラ島は、キティラ島の南東3 8トルに位置する。縦1 0 5トル横3 4トルのひし形をしており、広さ20.43平方キロメートルである。アンディキティラ島とクレタ島の間の海は、アンディキティラ海峡と呼ばれる。キティラ島とアンディキティラ島は、エーゲ海の西南の境界ともなっている。 アンディキティラ島は、その地理的な位置から、渡り鳥が移動の途中に立ち寄る重要な地点であり、また多くの鳥の生息地である。島には、エレオノラハヤブサの世界最大の繁殖地がある。2001年度の国勢調査によれば、島の人口は44人。最大の集落は、島の北端にあって、港を要する、ポタモースである。アンティキティラの青年古代には、 アヒラやアージャーローズといった名前で呼ばれていた。紀元前4世紀から紀元前1世紀にかけては、キリキアの海賊たちがこの島を根拠とし、グナエウス・ポンペーウスによる討伐を受けている。海賊たちの砦の遺跡は、現在も島の北東の断崖の上に見ることができる。紀元前1世紀頃、島の沖合で沈んだアンティキティラの沈没船からは、 古代の複雑な歯車式機械として知られるアンティキティラ等の機械や制銅像アンティキティラの青年が発見されたアンティキティラ島は行政上はアッティカ地方に属するアッティカ地方の中ではその中心となるアテネ首都圏から最も遠くに離れた島であるアンティキティラ島はカリクラティス改革以前は単独の自治体アンディキティラ村であったが 改革以後は、キティラ市に属する行政区、アンディキティラ地区となっている。表中の、デルタ、は、イオタニュータウイオタカッパデルタイオタアルファミュー、ローイオタシグマミューアルファの略であり、カポディストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。島の北端のポタモスに、港がある。この島には、 アテネのピレウス港とクレタ島のキサモスを結ぶフェリーが不定期に寄港する。ありがとうございます。